はい、えー、即果塾の久保です。どうも明けましておめでとうございます。2022年の1月1日の体の枝放送になります。昨年1年間を振り返ってみると、昨年の1月1日、体の枝の価格、まだ覚えてます ?18 円ぐらいだったんですよ。ね、18円です。で、2021年の大晦日、12月31日は、まあ、これ時間にもよるんですけども、おおむねですね、156円。 というふうにマークされていたと思いますつまり1年かけて体の枝をお持ちの方は資産を8.6倍にしてるんですよこれはあらゆる金融商品の中で異例のスピードだと言えますそして夏の時期にはですねおそらく3 2 0三十円っていう値段もつけてるんですよねつまり瞬間的にせよ20倍ぐらいの価格をつけてるわけですよ当然そこから価格が落ちたということは 20倍になった320円になった瞬間に利益確定をした決済金額がものすごく多かったってことなんですよねこれビットポイントジャパンの資料によりますとねそして私の考察によると1兆円の決済が1回行われてその後五5000億3000億というふうに連発したんですよそのぐらいの売却がカルドレーダーで起きているつまり利益確定をした人がいるってことなんですよだから価格が落ちた売れれば落ちますからね わわれれば上がるわけですよさあそしてこういったカルダのエダの去年の動きを見てみるとまだまだ長期ホルダーさんはワンサと言いますしそれからね本格的になってきたこのステーキングによって新しい参入者も増えるでしょうそしてステーキングによって増えたカルダのエダの金額がカルダのエダの金額自体を押し上げてしかも透明性と安全性を広げてくれるわけなんですよプラスですね今年はカルダ,ネーダに あのディファイが組み込まれる予定ですつまりイーサリアムで昨年たくさんの話題を持っていた分散型金融 d ファイ、d e f i とも言いますけどねこちらの方が本家本元と言ってもいい体の枝についに実装されるという見込みなんですよね。もともと体の枝に対してこの分散型金融っていうのは親和性が高くてイーサリアムでも分散型金融がないわけではなかったんですけどやっぱりね 体のエイダに比べるとガリを剪定を書くといいますかねまあ今一歩だったんじゃないかなと本来この DFI 分散型金融ってのは体のエイダのエたたためにもたらされた技術だと思うんですよでそういったものの期待感も相まって今年今体のエイダ1エイダにつき150円ぐらいだと思いますけどもじゃあ代わりにね代わりにじゃない試しにね 1> 1月1日円円でででもも万買っっててみたらどうかなと私思ってるんですこのメッセージはずっと前からお伝えしていきますけどもどうでしょうかね私が2円や3円の時におすすめさせていただいた方確か当時の価格で数十万とかね100万前後で買った方が何名かいらっしゃったと思いますけどもいかがですか今資産状況はだからそれ見ろってわけじゃないんですよ体の枝の枝ように しっかりととしししたロードマップをきちんと実現ててくれている。しかも中心人物であるチャールズ・ホスキンソンさんが日々情報発信をしてその計画を現実化しているそういったところを見てね暗号通貨ビットコインやその他リップルとかありますけどもどうですかねビットコインやリップルやイーサリアムってそれほどまでに制作者が何か言ってますかね明確なロードマップを実現してますかね やっぱり私はカルダノダしかないと思いますし、カルダダには量子コンピューター体制というものもあります。これからますます有名になって、そして、キスのね、ジーン・シモンズさんみたいな有名人もカルダダを大量購入して、その利便性を訴えかけている。そういったところも相まってですね、2022年、カルダダはさらに飛躍していくんじゃないかなと、現在の150円前後の価格が、じゃあね、500円だろう。 1000円だろうどうでしょうかね昨年と同じぐらい8倍になったら1000円を超えるわけですよそういう1年が私は見えてならないですねこれからも「体の枝のステーキングこちらの方にも力を入れて放送していきたいなと思っております今年もよろしくお願いします